ですね。必ず必要な指すりと膝ゴムの話をさせてもらいました。はい、今回はいきますよ。はい、ダダーン。じゃあ使いまし。使いますね。これ前回。前回のやつですね。はい、で今回は小物番外編ということで、はい、まあ、私たち独自がこんな風にしてるよっていうものをちょっと紹介するのと、うん、はい、まあ、三味線弾きの人であれば必ず持ってるものものをね、ちょっとご紹介させてもらえたらと思います。はい、三味線に必要なものは三味線と、うん、この2つと、うん、あともう一つ弾くものが必要ですね。はい、これバチ、バチ、バチが入っています。はい、でバチを、はい、木鉢今ある？あ、木鉢。はい、このバチを、はい、入れるための袋、うん、袋ですね、うん、はい、ちょっとここが欠けても怖いので、はい、はい、まあ、もちろん造魚のバチのやつはみんな必ずちゃんとしたものに入れているとは思うんですけれども、うん、はい、ケースに入れてますね。はい、木鉢もね欠けるので怖いので、はい、でこれを入れるものが、はい、まあ、大体ね花柄とかね、そうですね、うん、花柄とか可愛らしい、可愛らしいっていう形のが多くって、はい、なんかザワーみたいなのが、ね、ね、多いんですけどね。はい、でこれをそれがちょっとタマさん的には、はい、あの嫌だということで、そうなんですよね、あれはちょっとあまり好きな柄がなかったもんで、ちょっと作ろうかということになって、で こういう迷彩柄ね、ちょっとこの中に入れるこの迷彩柄の中に、すごいよねこれ。そうなんですよ、こっち、そうそうそう、でこれで、うん、こういうのも入れて、こういう風に入るものを、あ、もともとね、こういうものを周りだけ変えたんですよね。そうなんですよ、周りだけの布を変えたっていう形なんですけど、はい、でもまあこれだけでもちょっと自分のテンションが変わるというか、あ、なんかね、あ、自分でもなんかこういうので作れるっていうのも分かるのと、うんうん、なんか、あ、自分の好きな柄やなっていうのがあって、うんうん、すごく気に入ってます。可愛いですね、はい、可愛いですね。私も次作ってください。あ、これはね、あの、実は私が作ったのではなくてあの主人が作りましたわざわざ履いて、はい、じゃあ私もじゃあお願いしてみます。はい、こういう感じで、はい、っていうのもありますし、そして迷彩柄続きで、はい、じゃじゃーん、これは何やったっけ、これ何やったっけ、これあのみんな三味線弾くときね、みんな正座してはるじゃないですか、はい、で私三味線弾くとき正座5分も持たないんです、できないんです、うんうん、なのでこれをお尻に弾く、そうなんですよね、これ何やった、相引き、相引き、相引きですね、はい、こうで、そうです、足と足の間にこう、違うやろ、あら、ちょっと待って、ちゃうかった、え、もう一回やって、ちょっと、こう、え、もうちょっと、ちょっと、これ見て、足と足の間にこうやって入れるの、あれどうやったっけ、どうやったっけ、ほんまどうやった、絶対違うやん、え、どうやったっけ、なんでちょっと待ってよ、え、どうやった、え、皆さんご存知かと思いますが、お尻に引く、こうよ、見えるかな、お尻に引いて座る、それだけやった、挟んで、うん、これ挟んでなかったっけ、挟んでないよあれちょっとやらしてそう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 、立て、あ、こうか、あ、そういうことな、あ、これ私どうやって座ろうとしてたんだろうないや、まあまあまあ、あ、いけるいける、あ、こういうことな、はい、いけたわ、いけた、座れました、普通に座れた、座れた、よかったですはい合格、初めて見たっていう、はい、まあでもほんまにね、使ってないから分かんないですよね。そうなんですよ、私これあるんですけど、あの、使ったことないです、うん、はい、でも長いことできるもんね、はい、正座が、出しても絶対無理なんで、はい、でこの迷彩柄の合い引きもタマさんの旦那さんがこうやって、はい、あの貼ってくれました、はい、迷彩を、うん、これは私用にやってくれたって、そうなんですよね、本当に助かります、はい、これはテンションが、そうなんですよ、もう一個その皆さんがこういう形で使ってない、なんでだ、これレギュラー的なやつっていうんですかね、これもお尻に引いて使うんですね、合い引き、はい、で本物高いほらプロの人たちが舞台で使う、うん、カチコチはめ込む、あ、昨日カチコチ、昨日なんかカチコチのやつもある、うん、3種類ぐらいありますよね、はい、で福さん人のことをなんか違うやんって言ってましたけど、彼女はどっちからこう足を入れていいのか、え、どっちなん、ほら、未だに分かんない、ここがお尻、こう、こっちがお尻、そうやで、そうやで、これこそこうやで、こうやで、見せて見せて、
あ、狭い方？いやいや、広い方がお尻でこう。あ、そう。そう。わかるかな。あ、これが上から見たんですね。あ、はい、ここにお尻を置くってことですね。そうですね。こっちに足が出るってことですね。はい、そうですね、そういうことですね。もう未だにちょっとわかんない。いつもそう、毎回聞いてますね。これなかなか難しい。はい、難しい。はい、難しいのか。そう、ほんで布貼るといえば、まだ続きますよ、はい。え、そうなった？うちの師匠のほら。あ、そうかそうかそうか。うちの師匠の三味線、はい、みんなここにあの好きな、はい、何これ、手拭いね、うん、を貼って、あの毎回こう楽しんでおられる、うん、みたいです。そうですね、すごく可愛いんですよね、そうですよね、この猫ちゃんやし。本当にこれ裏見てみると、うん、あ、綺麗、はい、綺麗な、こんな風に見えるかな、見えるかな、反射して見えへんかな、あ、見えるか、こうか、あの、ね、うん、ガムテープ、透明のガムテープで養生ですね、養生テープか、この、はい、で貼られているので、皆さんひ、これ何だっけ、銅掛けか、うん、がいいのないわってなったら、こうやってやってみるのも、はい、おしゃれにね、楽しんでやってもいいかもしれないですね、はい、うちの家の三味線は今雲の付近にしています。なるほど、雲、はい、はい、こういう形ね、はい、はい、でっていうのも楽しめる、はい、そうですね、自分で楽しめばいいですよね。そうなんですよ、ういうふうに、はい、おしゃれにできるし、うん、うん、いいと思います。あの三味線キャッティーにしよう。キャッティー、ああ、猫ね。あ、オッケーオッケー。キャッティーにしよう。そうなんですよ。で、私の三味線もそうですけど、福さんの三味線もそうなんですけど、はい、結構みんな三味線に名前をつけてる人も多くて。うんうんうん、はい、多いです。はい。何やった？明治三味線、小桜っていう。小桜？そうそうそう。で、あなたが小桜。そうそうそう。っていう名前でやってます。何でしたっけ？私はブルームです。それはどこから？オーランドブルームが好きなので。っていう感じでやってます、はい、でもね、なんか名前つけると ね、なんか愛着湧くというか、うん、より一層大事にするというかね、うん、します、はい、全然話がまとまらなくなってきましたでもこんな形で、ね、まあ、はい、小物番外編として、ね、はい、あの本当になんかあの三味線ってなんか形が決まってそうやけど、うん、なんか自分たちで ね変えれるところは変えて、はい、楽しむところは楽しんで、自分たちのなんか壺みたいなのが ねあると思うので、はい、あの私たちも楽しんでやっております、はい、イエイ以上です。